今和の清志郎は、日本のロックミュージシャン。本名、栗原清志。血液型 A 型。RC、サクセションを筆頭に、今和の清志郎 &2.3S、今和の清志郎リトルスクリーミングレビュー、ラフィータフィーなどのバンドを弾き、ソウルブルースを下地にした、ロックサウンドを展開。そのステージ上における圧倒的な存在感と、1983年に、 発表された RC サクセションのライブアルバムザ・キング・オブ・ライブの印象からザ・キング・オブ・ロックの異名を取った。アニメ監督の西久保瑞穂は重低、消しゴムハンコ作家の百世は娘にあたる。東京都中野区出身、国分寺市富士本育ち。三富士幼稚園を経て国分寺市立第二小学校、国分寺市立第三中学校に通う。 小学生時代は漫画に熱中し、自作の漫画を近所に住んでいた吉田達夫に見てもらったこともあった。清志郎の母親の最初の夫は結婚して間もなく、戦死しており、母親は後に再婚して、清志郎を産んだが、清志郎が3歳の時に33歳で亡くなった。その後、清志郎は母親の姉であるおば夫婦に養子として引き取られた。事実を打ち明けられたのは、 高校生の時で実母の顔を知ったのは37歳の時である。中学校時代にエレキブームに刺激を受け、ベンチャーズなどのカバーバンド、ノーネームズを結成、音楽活動を始める。1966年初頭、フォークブームに刺激を受け、同級生でバンド仲間だった小林和を受けた健一と共に、ザ・クローバーを結成する。 東京都立日野高等学校に進学。学校に馴染めず、かといって不良でもなく、物静かな少年であと何日休んだら単位が落ちるかを計算して、サボれるだけサボっていた。トランジスタラジオの中に授業をサボって、屋上でタバコを吸っているという歌詞があるが、これは、清志郎の実体験である。同級生に、三浦智和がいる。高校時代、清志郎は、 サイケデリックミュージックの流れでビートルズやザ・バンドを聴き込んでいたがジョンディ・フッカー好きの友人の影響でブルースに傾倒するようになる。その後、バンドの解散、再編を繰り返す。1968年 RC サクセション結成。1970年フォークグループ RC サクセションとしてシングル宝くじは買わないでデビュー。今和のという芸名は テレビアニメ、マイティ・ハー・アキュリーで、悪役、鉄仮面登場シーンにおいて、あの忌まわしい鉄仮面というナレーションを幼少期に、かっこいい言葉だなと感じ、今はのいという日本語と掛け合わせて、今はのと命名した。なお、日本に、今はのという名字は実在せず、意味の字が含まれる名字は、インベしか存在しない。1972年、シングル、僕の好きな先生が、 スマッシュヒットしたものの後が続かず、また事務所関係のトラブルが発生したこともあり、長期にわたってバンド活動は低迷する。その間、清志郎は、井上陽水との共作、帰れない二人、町ぼうけ、かぐや姫への作詞提供、あの歌が思い出せないなどの印税でここをしのいだ。1976年、事務所を、ホリプロから、リボンに移籍、スタジオミュージシャンを、 大々的に起用したアルバムシングルマンを発表以降徐々にロックバンド化1977年からメンバーの脱退加入を繰り返しながら精力的なライブ活動を展開またこの時期のいくつかのライブでは栗原清とオールスターズの名義を使っている1978年半ば頃から徐々にライブハウスでの人気が出始めこの時期から T-Rex のマーク・ボランやデビッド・ボーイなどのグラムロック一派やミック・ジャガーの影響でメイクを始め、またパンクファッションの影響でパンクヘアにカットしたことから独特の奇抜な風貌になる。1979年には音楽ライターの吉見優子がシングルマン再発実行委員会を組織するなど音楽的に評価する空気が高まる。1980年のシングル雨上がりの夜空に トランジスタラジオ、アルバム、ラプソディーのヒットで、YMO の坂本隆一と並び、RC サクセションの今和の木吉郎は、メディアの長寿として取り上げられることになった。1982年、坂本隆一と組んで、シングル、イ・ケ・な、い、ルージュマジックを発表。これ以降、RC サクセションとしての活動の傍ら、数多くのユニットでも活動。 1983年、ハードスケジュールなどがたたって肝臓を病むが、東洋医学などの文献を読み漁り家庭治療を実践し、奇跡的に感知している。1984年、この時期の事務所の対応に不満を募らせ事務所、リボンから独立。1985年、RC サクセションの事務所、ウムを設立するが、この頃から RC サクセション内でも、 各メンバーのソロ活動が活発化し、バンドの活動は停滞。この時期、清志郎は、ライブエイドの日本放送版に、デンジャーで出演したり、メリークリスマスショーに出演したりなどした。1987年、初のソロアルバム、レザー・シャープを発表。1988年、RC サクセションのアルバム、カバーズの発売中止騒動を受けて、清志郎とよく似た、 セリーという人物がザ・タイマーズを結成し、アン・ルイスのライブに飛び入り、以降、様々なミュージシャンのライブイベントライブに乱入を繰り返す。養父が亡くなり、長男が生まれ、結婚する。今和のが、ティアドロップスに作詞提供コーラス参加した、谷間の歌が FM 東京で放送禁止になったことを受け、アルバムザ・タイマーズのプロモーションで生放送の ヒットスタジオ R&N2989 年10月に出演したザ・タイマーズがその中の一曲を放送禁止用語を交えて FM 東京を罵倒する歌いと番組に無断で差し替え放送禁止用語を連発したことが話題となった1990年9月アルバムベビー英語を発売しそれに付随するツアーの最終日の武道館 公演1991年、RC サクセションは無期限活動休止を表明。RC サクセションの事務所、ウムも解散したため、清志郎は個人事務所、ベイビーズを設立。1994年、プライベートスタジオ、ロックンロール研究所を設立する。一方で俳優としての活動も始める。同年、映画、119に音楽監督として参加し、 翌く1995年の第18回日本アカデミー賞で最優秀音楽賞を受賞。この時期、清志郎とよく似たゼリーという人物が率いるザ・タイマーズが活動を再開。彼らのレコリンを通らない楽曲を発表させるためにインディーズレーベルスイムレコーズを設立。1999年、今はの清志郎リトルスクリーミングレビューのアルバム、冬の十字架。 翌年に、ラフィータフィーのアルバム、夏の十字架が3度発売中止騒動に巻き込まれるなどトラブルを数多く抱える中、デビュー30周年記念のトリビュートコンサート、リスペクトを日本武道館で開催し、多くのミュージシャンが清志郎の楽曲を演奏した。2000年、サイクリングにはまり、ラフィータフィーのメンバーを勧誘して、チーム LSD を結成。以降、 ツアー間の移動に自転車を使ったり、奥の細道自転車ツアーや、ホノルルセンチュリーライドなど数多くの長距離サイクリングにも挑戦した。2001年、中学時代の同級生に自転車の専門誌、サイクルスポーツの編集長がいたことから、そのつてでプロ仕様の自転車を入手。2004年、サイクリング中に落ち車して、左の鎖骨を骨折という事故を起こす。 2005年、愛車、オレンジ号の盗難という災難に遭う。しかし、生涯自転車熱が冷めることはなかった。2006年5月、メンフィスでアルバム、ユメスケをレコーディングして帰国。同年7月13日、公式ウェブサイト、ジミ編にて、高等がんで入院することを発表し、すべての音楽活動を休止する。の摘出をすると声が出なくなると宣告されたことから、 放射線や抗がん剤での感知を図り、入院後2週間で代替医療へと治療法を変更した。これは、がんセンターでの現代医学的な治療計画ではいに、穴を開けての流動食生活となることを余儀なくされ、これに伴い唾液腺が消滅し、唾液が出ないためステージで歌うのは困難になると言われたことからである。2007年1月、 石田長尾のライブにシークレットゲストとして出演して、以降、徐々に活動を再開した。2008年2月10日、日本武道館にて、今和の清志郎完全復活祭を開催し、本格的に活動を再開する。同年7月14日、公式ウェブサイト、地味編にて、左腸骨への癌の転移を発表し、再びライブ活動を休止。通院して治療を行う一方で、 楽曲提供や他ミュージシャンのレコーディング参加、ライブへの飛び入り参加などを続けていた。ほぼ同時期に、マラソンとヨットで世界一周するアースマラソンに挑戦する間、官評への応援歌を描き下ろし自身の作品としては2年ぶりにレコーディングを行い、ブッカー T ・ T& ザ・ m g ジーズのライブに飛び入りする。2009年、FM802 のキャンペーンソング、を、 ラジオを書き上げた2月以降に体調が悪化。当初は同曲を歌うユニット、ラジオソウル20に参加する予定だったが、体調不良でキャンセルして、東京都内の病院に入院。その後、病床で3月に、ファンに向けて、デビュー39年記念イラスト、39ベビーを書き上げ、これが最後のメッセージとなった。葬儀2009年5月1日午後に容体が急変し、 二日午前0時51分に、眼性、リンパ干渉のため死去した。58歳没。家族のほか容体急変の方を聞いて病院に駆けつけた名優の中井戸霊白が清志郎の最後を見取った。清志郎の間市の宮家新次も容体が急変した1日に、約20分間見舞ったことを8日付の自身のブログに、記している。4日。 関係者の身の密葬が無宗教の喧嘩形式で行われた。9日、青山葬儀所でファンなどを対象にしたロック葬、今和の清志郎青山ロックンロール賞が行われ、弔問数は4万3千人に及んだ。これは、戦後の日本の葬儀においてはハイドに次ぐ2番目の参列者の多さであり、竹中直人、後本、広と大竹忍らが弔辞を読んだ。 海名は芸名そのままの今和の清志郎で、清志郎の家は遺族の遺構で栗原清として笑顔で映ったプライベートパーティーのものが使われた。清志郎の墓は高尾霊園工場寺にある。清志郎の一周期を前にした2010年4月に混流された。共通語のイントネーションにこだわった楽曲制作が特徴で曲先の場合でも イントネーションがおかしくなった場合は、メロディーを修正してでもイントネーションを正しくするという手法をとっていた。また、側音を強調し、日本語のメリハリを強調するという発声法を1970年代半ばから続けていた。日本語をはっきり明瞭に歌うというスタイルは、後に、後本、ヒロト、マジママサトシ、ドント、ミト・ハナノスケ、宮田和也、中川隆史。 ヨーキング、宮本浩治、トータス松本、佐藤真嗣などの数多くのフォロワーを生む。サウンド的なルーツは主にビートルズ、ベンチャーズなど1960年代中期に日本で人気のあったロック、ブラザーズ・フォア、ピーター・ポール・マリーなど1960年代に日本で人気のあったフォーク、オーティス・レディングを筆頭としたソウルブルース系の ミュージシャンで多くの楽曲で彼らのオマージュを行っている。ライブにおいて、ジェームス・ブラウンのマントショーを再現することもしばしばあった。前述の即音を強調をするきっかけになったのが、オーティスの、ガッタガッタシャウトだったり、愛し合ってるかいのフレーズが、オーティスの MC からの予約だったりと、オーティスからの影響は非常に強く、 清志郎自身も最も影響を受けたミュージシャンの一人として、オーティスの名を挙げている。1991年には、スティーブ・クロッパープロデュースで、アルバム、メンフィスを、制作。翌1992年には、ブッカー、T ・ティーザイム・ジーズとツアーを行った。2006年には、オーティスの足跡をたどるドキュメンタリー番組をきっかけに、スティーブと再会し、スティーブのプロデュースでアルバム、 ユミエスケを制作した。RC サクセションの停滞時期に行き詰まって複雑なコード進行の曲ばかり作ってしまう枠循環に陥っているという反省から、たとえシンプルなコード進行の曲であってもロックのダイナミズムを持つローリングストーンズの楽曲研究を重ねた。後にラプソディで結実。RC サクセションのロックバンド化と並行しての作業だったことから、 当時のライブパフォーマンスなどにも強い影響を及ぼした。歌詞の転機は少なくともの3度ある。ただし、いかにどぎつい歌詞の場合も、高田渡るのように開逆精神を忘れなかった。RC サクセションの作品は RC サクセションのディスコグラフィの項目を参照。イケナイルージュマジック、今和の清志郎、坂本隆一 SF、今和の清志郎、ジョニー、 ルイアンド、チャーアラウンドザコーナー曲がり角のところで、E、JAN でドリームビリーバー、ザ・タイマーズ・ロックン・ジンギ、ザ・タイマーズ・パパの歌、清水建設の CM ソングとして使用された。夜空の近い、ヒズ・パパのカラオケ、東山図・日本の人・ヒズ・世間知らず、パパの手の歌、今はの清白 &2.3S ・ S 清水、建設 CM ソング第2弾。 いつか見た映画みたいに弾く今和の清志郎 &2.3S お兄さんの歌今和の清志郎 &2.3S プライベート今和の清志郎 &2.3S サラリーマンさよならはしないザ・タイマーズ君にだけわかる言葉グッドラビン世界中の人に自慢したいよスペースシャワー TV1996 年4月度パワープッシュ楽曲パーティーを抜け出そう今和の清志郎。 篠原良子メロメロ、今はの清白リトル、スクリーミングレビューサンシャインラブ、今はの清白リトル、スクリーミングレビュークトゥー、水のあ、ラフィータフィーブーアの森へがんばれ日本、木梨しの今はの清郎青い星、ラブジェッツ強烈ロマンス三月夜宇宙大シャッフル、ラブジェッツ UFO 神社、ラブジェッツお鍋、サルサガムテープウィズ、今はの清郎ジャンプ雨上がりの、夜空に35、 今和の清志郎フィーチャリングライムスター愛を歌おう。今はの清志郎ウィズ井上陽水仕草走れどこまでも、おう。ラジオスタジオアルバムデンジャー・ドクトル。梅津バンド&、清志郎デンジャー2。デンジャー・レザー。シャープ・ザ・タイマーズ。ザ・タイマーズ日本の人ヒズ。メンフィス・ゴーゴー 2.3S。今はの清白 &2.3S ミュージック・フロム・パワーハウス。今はの清志郎 &23S ホスピタル。 きよしろみいつけ、ショークラビンタイム、今はのきよしろリトルスクリーミング、レビューレインボーカフェ、今はのきよしろリトルスクリーミングレビューラフィータフィー、冬の十字架今はのきよしろリトルスクリーミングレビュー夏の十字架、ラフィータフィー秋の十字架、ラフィータフィーチングロ、ラブジェッツキングゴッドムジョベビー一ライブアルバムコンピレーションアルバムハッピー、ヘッズライブインジャパン、今はのきアしろザレザー。 シャープハブマーシー、今和の清志郎ブッカーティー&、ザイムジーズスクリーミング、デビューグラッドオールオーバー、今和の清志郎&、中井戸イシフジミのタイマーズ、ザタイマーズリスペクト、ドラムレスラフィータフィー、ビリーバンバン不確かなメロディー、ボンテッドワンマンショーラブジェッツ制、ラブジェッツに戦後、ゴットプレゼンツロマンスグレー35今和の、清志郎完全復活祭日本武道館。 ブルーノートブルース今和の清郎ライブ、アットブルーノート、東京今和の清郎ライブ、アットスペースシャワー TV、ザ・キング・オブ・ロック・ショー RC サクセションの活動停止以降の初のライブが日清パワーステーションで行われた縁もあり、1994年から1997年の間、パワステで大晦日に素敵な初詣というイベントライブを行っていた。 1998年から2005年の間は、フジロックにも出演。1999年には、フジロックの主催者スマッシュの日高正宏の依頼で、テーマソング、田舎へ行こう。Going Up The Country を提供。2002年には異なるバンドユニットで3日とも出演するという離れ技を演じた。今はの個人としての出演番組を記載。 バンド時代の出演番組に関しては RC、サクセション出演を参照のこと。他、缶コーヒーやビール、生命保険、携帯電話など、CM 出演は多数。ナレーターとしての出演や楽曲の仕様なども含めると網羅しきれないほどあると言ってよい。ありがとうございます。